グループ A での勝利のために生まれた R32 型 GTR はグループ A レースが幕を閉じると全日本 GT 選手権へ参戦した。その後 GTR は R33 型へと進化するが、ライバルのトヨタスープラが戦闘力をつけ、1997年にホンダ NSX が参戦するようになると、次第にその大柄なボディが重荷になり始めた。98年の GT 選手権でドライバーズタイトルとチームタイトルの両方を制覇した日産は、翌年のベース車両を R34 型 GTR へと切り替え、 R34 型は旧型より 55mm もホイールベースが短く、戦闘力は大幅に上がっていた。新しいボディの導入にあたって日産は薄型オイルパンを採用してエンジンの前行を抑え、重心を下げた。さらに新しい車両規定を受けて燃料タンクを室内へ移動させ、重量バランスを改善するといった工夫を施した。一方、空力デザインやサスペンション、 ABS、 AP 製水冷ブレーキキャリパー、ロールケージなどは実績ある前年のチャンピオンカー R33 型からほぼそのまま流用し、信頼性を引き継いだのである。ところが開幕早々、予想を上回る激戦に巻き込まれ、 GTR はなかなか勝利を挙げることができなかった。初勝利は第4戦のミネ。予選8番手につけたエリック・コマス・本山聡組のペンズオイル・ニスモ GTR が4速ギアを壊しながらもじりじり順位を上げ、フィニッシュ5周前にトップを走るスープラを捉えて首位に立ったのだ。 GTR はこの年2勝目を記録することはできなかった。しかし信頼性を武器に着実にポイントを重ね、コマスが最終戦を待たずに2年連続のドライバーズチャンピオンに輝いたのである。